皆さんこんばんは。今日はちょっと近くのいつもの公園に来てまして、あの三脚忘れたんで、ちょっと自転車の後ろタイヤに乗せて撮影してるんですけど、今日はマクドナルドに行ってきました。でちょっとテイクアウトのみなのでテイクアウトさせてもらって、フィレオフィッシュとナゲットが今なんか15ピースが350円か360円でめちゃめちゃ安いキャンペーンやってて、まあ、2つともあの結構タンパク質入ってるんでプロテインなんで、まあダイエットにもおすすめということでおすすめしたらあかんな。だらーん、美味しそう。今日はみんなと今年のゴールデンウィークはどう過ごしますかっていう話をしようかな、まあ、しようかなっていうか一人で喋ってんねんけど、今年はまあトータルは、まあ、例年通りゴールデンウィークも全然仕事なんで仕事しつつ、あとは今日もやねんけど結構ネットショッピングして、あのあれエアポッツ、ニューエアポッツやったっけ、エアポッツをもともと持ってたんですけど、新しいあの音をさシェードアウトできるやつ買って、あと MacBook も新しいやつ買ったから多分今日25万ぐらい使っただからまあネットショッピングするっていうのは結構ありじゃないですか。皆さんいただきます。おいしい。卵タルタルソース味っていう新しいやつ、うまっ。あとはあれかな、見たかった映画とアニメリストが山盛りあるからそれを見たりとか。映画って見ても見ても見たりひんしな、追いつかへん全然。まあ、なんかね些細なことに幸せを感じますよね、コロナが流行ってから。ほんまやったらなフェスとか行きたかったな、やな、コロナじゃなかった。家でフェスをしようかなと思います。エアポッツも買ったんで。ベッドで飛び跳ねてみたりそう、 うちの家のいいとこは真夜中にギター弾いたり歌ったりしても、ヒゲさんは超爆睡人間やから絶対に起きひんっていうヒゲさんが寝てる横通っても全然起きひんそんな感じで今からちょっとね公園で完食したいと思います。それでは皆さん、ちょっと今日は斜めですいませんでした。ご視聴ありがとうございました。 See you next time.